まあ、久しぶりにピッチ立てたってことはすごく良かったなと思いますし、ここまでやってくれたことにすごく感謝をしています。ただプレーに関しては、自分の良さっていうのは全く出せないまま試合終わっていったしっていうのと、まあ、ミスも多かったので、またゲーム感だったりまあチームに馴染んでいくっていうところにかけてはまだまだ足りてないなっていうのを感じたので、もっともっと選手の良さを知って、やっていけるようにしたいなって思いますし、チームのやり方に対してもっともっと理解を持って、次から臨んでいけるようにしたいなと。もう今日はもう負けたのは自分のせいって言っても過言ではないぐらい自分に足りなかったなってすごく思ってるので、ただまあスタートできたっていう、まあ、またここからがスタートだっていうことを思って、またチームに貢献できるように日々努力していきたいと思います。まあこのような状況の中で、こうやってチームとして受け入れてもらって、そしてピッチに立った時に温かい弾幕が出てることで、自分もまた頑張らないといけないし、岐阜、FC 岐阜のために、そして岐阜県民の皆さんのために、自分が何かできることはもっとあるなと、改めて痛感しました。皆さんと共に、絶対 J2 昇格というものをもぎ取って、一緒に喜んで、岐阜を盛り上げていけるようにやっていきたいなと、強く思いました。本当に感謝しかありません。ありがとうございます。